エドモンド・オブライエンはアメリカ合衆国の俳優。1915年にアイルランド系の両親の間にニューヨークで生まれる。フォーダム大学を1年で中退し、奨学金を得てネイバーフットプレイハウススクール・オブ・シアターに学び、ニューヨークの舞台でハムレット、ヘンリー4世など多くの古典劇や、1937年からオーソンウェルズのラジオ劇にも出演した。 RKO 社と契約し、1938年にプリズンブレイクで映画デビュー。面白みの内立役者から性格俳優に転向し、1954年、裸足の伯爵夫人では、ラツワンの宣伝マン役でアカデミー助演男優賞及びゴールデングローブ賞、助演男優賞を受賞した。1961年に犯罪映画男の罠で制作。 監督を手掛けた。1957年5月4日、ストップオバー東京の撮影のため来日。同6月25日、離日。2年後の1959年5月、最後の公開の日本ロケのため再来日している。1941年に、ナンシー・ケリーと結婚。翌年離婚し、1948年に、 オルガサンファンと再婚するも、1976年に離婚した。1985年にアルツハイマー病のために死去した。ありがとうございます。